はい、今年流行りそうなキャンプギア5つ選びます選びますっていう選びますでいい。今回はね、和歌山県御坊市にあるアウトドアショップバトラコスさんに来ております。風めっちゃすごいよ飛ばされへんよ、風で飛ばされる、軽すぎて飛ばされる、絶対大丈夫ということでね、早速ちょっと店内の方見させてもらって、いくつかちょっとピックアップして紹介したいと思います。はい、一つ目こちら、うちこ、うちこって読むかな、うちこの撥水スプレー。ちょうどご本人さん、ちょっとポスターの、いや、まさしく帽子も一緒やし、なんかすいません、すいません、すいません、これ、すいません、うちこって読むの？そうですうちこポスターのご本人さん、はい、ちょうどいましたで、これはテントの撥水？はい、もういけるし、あの靴とかも私やってます、うん、はい、そうなん？服もやってます。結構何でも振っとったらいけるキャンパーじゃなくてもだから全然、おお、めっちゃいい、はい、あ、らしいよ、これは。いいでしょう。これ、いいやん。いいです。なあ。ね、これはじゃあ、おすすめですね。おすすめです。めちゃくちゃおすすめ。まあ、私もちょっとこれ気になって。はい、ぜひ。気になった。気になんなぁ思って上見たら、あれ？おった。見たことあんなぁ思って。そう。これはちょっと気になる。ぜひ、はい、テントの撥水に、はい、まあ、その他もいろいろまさかのありがとうございます、ありがとう出てくれてありがとう、はい、じゃあ一つ目はこのうちこの撥水スプレー。雨がね、多くなってきますもんね。そう、これからね、数字気になったら、急な雨とか今日もあったからこれはいいと思う2つ目、こちらのあのラギットデザインさんの、こちらはランタンスタンドです。で、ラギットデザインさんはあの取り扱いがこちらのバトラコスさんだけで見れるということで、あとはもうネットとか、すごいこれ男の人が好きなんちゃうかなっていうデザインがここに彫られてて、すごい実際こう見てもらったらいいかなってあとはもうあのいろんなとこにラギットデザインの商品置いてますんでね。ラギットデザイン初めて見たもん、うん、ランタンスタンドもうち持ってないじゃないですか。あ、はいはい、はい、持ってない。実際やったらめっちゃ便利やわ、うん、そっとどこでもね、そっとな、うん、移動させれるから。エッジスタンドとかやったら大変やから言ってもまあそんなあれやけど、うん、もうね、こういういいですよね、うん、やっぱりランタンスタンドって便利やな、こういうね、うん、あ、こんなあの天板なんですね、多分天板も、そうですよね、うん、このデザインがちょっとすごい、これ男の心くすぐるんちゃいます、このデザインね、ここでしか見られないんで、男の子、ここに集まれ3つ目は、スタンレーのジャグと、こちらのラギットデザインさんが作ってるスタンレージャグの置くやつ、スタンド、スタンド、めちゃめちゃスタンレースタンド、スタンレースタンド、スタンレースタンド、これめっ
ちゃかっこよくない？これは男の子絶対好きやわ。黒やし、ちょっと稲妻っぽい形してるし、このジャグのスタンド欲しかったもんな。欲しかったよね。スタンレーの黒のジャグも欲しい、ね、そう、ジャグも欲しかった。欲しいと思いながら、未だに買ってない。買ってない。これが夏やからね。いるから、これは絶対。黒で揃えたらめっちゃここやな。そうやね、黒黒で。うん。これはすごいいいセットやと思うんだけど。シミュークラフトなのかな。うんうん。あ、木やもんね。木のやつ。うん。茶色やもんね。やっぱ黒に合わせようと思ったら、やっぱ黒が一番合うよな。合う、統一感が一気に出るかな。しかも高さもなんかいい感じの、いい感じ高さ。これもブラックキャンパーさんはもう、うん、買いでしょ。おう、買いや。飛びついてこれはってなるやつなあ、いいなこれ。かっこいいよ。はい、三つ目はこのセットです。おすすめです。四つ目、お豆さんの無比ケースです。これインスタで一時バズったやつやね。お豆ゼロファイブさん、手榴弾みたいな。手榴弾っすよね。これ手榴弾やんな。手榴弾の形の無比のケースっていう、衝撃的やった。この入れ物、これすごないなあ、これすごいな。3色あって黒がやっぱり好きやな。黒が好きです。うん、いやこれ店頭に置いてるの初めて見てんけど、うん、これからね、うん、あの虫たちの、あ、そうや、活動がね、うん、活発になるでしょ。子供とかも引きされるやん。うんうんうん。その時にこうなんか無比をなポンって置いといたらさ、あ、せっかくこうなみんなこう綺麗にレイアウトされる。そうやな、無比一つのせいでこれだけ置いてても生活感がもう一気にバーンって出るけど、ここに入れとったらそんな時に誰が思う、そんな無比入ってるって。知ってる人しか分からへんで、これこれはもうインテリアにもいいし、もう無比の時言ったら子供も喜んでこう、うわー無比のるってなるから。これめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いな、うん、いやこれはいいわ。お豆ゼロファイブさんの無比ケースでした、4つ目。はい、5つ目、ベルクロートのボタンでーす。これっていっつも抽選販売やねん。でも普通に買えます。買えます。あったら普通に買えます。なんとバトラコスさん置いてます。すごいよ、桜もあるからね。桜ってほんまに人気で手に入らへんって聞いてたから、あるからびっくりしてん今日。ほんでストーンもあって、ストーンと桜と、桜とアイスブラックとショコラ。そう、今4種類あったけど、桜だけがちょっと柔らかい、なんか丸やね、ちょっと違う、一緒か。まあ、ここの部分が、そのカーブの部分が、そうそう、トゲトゲになってない。うん、丸やの、だから丸くて、うん、桃みたい、ほんまに桃桜。どんぶらこ。桃みたいよ、これ。女の子絶対好き、この桜。うん、男子はもう女の子が、いやー、かわいいって、かわいいって言ってほしい人、買ってください、桜。リアル。え、かわいいって。かわいいって言ってる私かわいいの女子ちゃうやん。あ、うん、かわいいって言ってる私がかわいい女子です。一番嫌いなやつや。それ買ったやろ。一番嫌いなやつや。ママさんの内緒で買おう。あ、家にあったら、おいってお前言われたいんかい、やってんねー言わな。っていうね、こと以外にもこんなね、ショコラ、私はショコラ好きやけどな、この色ちょっと紫っぽい。でもこう角度でこう濃ゆい、なんか紺色っぽい感じにもなるし、いいやん、この色は好きやで。
いうベルクロートのボタンなかなか買われへんから急いでバトラコスさんに来た方がいいと思うっていう5個目でした。ベルクロートのボタン以上です。はいはい、番外編の6個目のやつ、このちょっと気に個人的に気になったこのレッドレンザーのこのシェード、キノコっぽいやん。ホコリタケハット、めっちゃ可愛くないこれ。めっちゃ可愛い。なんか今5種類あってほんまにキノコやねん。これいっぱい並べたらめっちゃ可愛いやん。レッドレンザーってちょっと少ないもんな。そう、あのゴールゼロとか。そうそう、今やっぱ日本はゴールゼロが流行ってるやん。韓国はでも レッドレンザーで、わざわざ一回韓国で買ってきたっす、うん、買ってきた。一回使ってもそれ以降使ってないもん。あれどこ行ったん。家に置いてますなやこれ、怒られる。いや、あれはあれで可愛かったから。うん、のレッドレンザーの専用って少ないよ。毎回コロニスタに入れちゃう。ああ、そうやな。昨日目を見てなかった、かわいそうな。レッドレンザーせっかく買ったのに。そうやんな。もうこれがあったらね、めっちゃ怖いよ。ほんまにキノコみたい。前に前に出せる。何のポーズなんだ。ホコリタケハットです。これはかわいいわ。これも女の子かわいい。かわいいかわいいって言って全部当たる。おいってなんで。いいな、かわいいこれは。うん、のっていうホコリタケハットです。はい、バトラコスのオーナーさんです。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいこの空間の中にいろんなギアがギュッと詰まっててすごい面白いなって思ったんですけど、何かあの一番これを見てほしいっていうのありますか。はい、はい、間もなく1周年を迎えるんですけども、はい、うんうん、初めからじゃあこんなお店だったかっていうと、はい、正直全然違うんですね。あ、そうなんですね。はい、で、どうなんて変わっていった、何が変わっていったかっていうと、はい、やっぱり、見てドキドキするっていうか、珍しいもの、他であんまり見たことなかったけど、はい、珍しいもの置いてるねって言ってくださるお客様が、非常に多くなってます。やっぱり、今そのインターネットとか、はい、簡単に買える時代なんですけども、うん、やっぱり実際実物を手に取っていただいて、はい、確認して、うん、それで買っていただきたいという気持ちから、まあ、そういう商品に変わってきたかなとは思うんですけど、うん、うちでしか買えないギアっていうのを、はい、まあ、なるべく、うん、進めさせていただいてるってこういう形になってきた。はい、結構私も初めて見た商品多かったんで面白かったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもいろんな珍しい商品をどんどん入れていってほしいなと思ってます、はい、頑張ります、はい、もっともっと、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。バトラコスさんでした。I love you. ありがとうございます。 No matter what I do